最初はグーじゃんけんグッチー。こんにちは、グッチーです。お相撲グッチャンネルは世界に相撲の楽しさを伝えるということと未来の横綱を発掘するということをコンセプトに行っております。今日はですね、大相撲9月場所終わりまして、相撲ロスの方はたくさんおられると思いますが、今日はですね、実戦でですね、相撲といえば四股、すり足、鉄砲、ぶつかりとか申し合いとかたくさんありますが、すり足について語りたいと思います。すり足講座ですね。なかなか相撲は見る機会は多いとは思いますが、なかなか触れる機会、実際に触れる機会はなかなかないということと、そこで相撲のすり足についていろいろ語りたいと思います。まずこれを見ると説明をしているんですが、足のスタンスと腰の低さ、それでしっかりエクササイズとしてするのならば重心を保って歩くこと、それで十分筋肉強化は体幹も鍛えられたりできますが、実践につなげようと思いますと、立ち合いの時のスピード強さとか、それを出すために必要な腰の足のスタンス、腰の低さ、力の入れ方、骨盤とかね、しっかり後傾せず前傾して、しっかりお尻に力を入れて股関節の伸展で立つとか、細かいことを言うとたくさんあります。それとちょっと私今日ずっと花粉症と風邪をダブルでやっちゃって、喉がやられてなかなか声が出ず YouTube なかなか撮れませんでしたが、多少復活したので撮ります。まだちょっと若干声変ですが、今日も動画を見てラジオ形式にやっていきます。それではちょっとすり足の話は脱線しましたが、やってきます。まず足のスタンスを決めて、腰を割って腰の重心の高さを決めて、そこから重心の高さを保って低さを保ち歩く、まずはゆっくりのすり足でございます。でみんなこう忘れがちなのが、しっかり手のねつく時の距離とか幅も結構関係してきます。個人差、足のスタンス、腰の低さ、手のつく位置とかも個人の体型とか質で体質でちょっと変わってくるんですが、それはやりながら探っていきますが、私は足のスタンスはちょっと腰を割った時にすねがまっすぐ立つスタンス、広げすぎると外に行くし、内に行きすぎると膝に負担かかって太ももの前側で進むようなすり足になって膝の伸展が強くなりますので、私は推奨としてお尻の筋肉、もも裏のハムストリングスをしっかり使えるように、すねが立つぐらいのスタンスを推奨して指導しております。我らがハル君、久々に稽古来ましたね。最近稽古来たり来なかったりが続いてて、中学2年生で多感な時でいろいろ迷いもあり、相撲に対しての目的、結果がなかなか出ないと自信が喪失したりとかね、他に楽しいことがあったりとか、私生活で何かあるとふさぎ込む、個人的性格もあると思いますが、ここまで相撲を続けてきたからね。でまた休みがちだったけど今日来たっていうことは、評価すというか褒めてあげたいなと思いますし、続けてきたことを武器にできるぐらい高めていって、他にね一生懸命ここで続けたらつながるっていうこともね知ってほしいですね。中学の間はグッチ道場でしっかり心身ともに鍛えてほしいです。私も背中で見せれるようにどんどんね YouTube を通してチャレンジしていきたいと思いますね。またすり足から話が脱線しましたが、これはグッチのすり足です。重心を上げずにかかとから進む、足を外に向けてかかとから砂を運ぶようにね、親指をしっかり噛んで吸って足を浮かさないっていうのがポイントです。相撲を取る上ですり足じゃなくて歩く動作で片足が浮くと片足状態になる瞬間が生まれるので、両足で相撲が取れないというか、スピードは出やすかったりすることもあるんですが、一瞬腰が軽くなり、それミスると突き落としを食ったり叩かれたりとか吹っ飛ばされたりね、自分の体が軽くなるっていう、両足で土俵を捉えている方が重さを保てるっていうのもあります。それでまずね
結構忘れがちになるのが、あの前を 見ないと不安になるから、みんな顎を上げてすり足をすることが多いです。実戦相撲を取る上でその状態で相手は見えても、相手に攻撃された時に守りも攻めも圧力にもつながらないので、顎を引いて、まあ、あの目つきは悪くなるかもしれないですけど、上目で相手を捉えてみるっていうのは一番大事でポイントになります。足幅をまず決めるということですね。腰の高さを決める、そして最初は腰をしっかり割りながら、自分の、ね、柔軟性を確かめながら、しっかり降りるように試しながら、ゆっくりのすり足をやっていきます。これは 2種類目でやってる、最初はゆっくりのすり足を丁寧に確認することで、今これからやるのは速いすり足の説明です。速いすり足になると、皆さん腰が重心が上がったり、歩幅が急に最初決めた仕切りの時のスタンスから足が狭くなって走ったりとか、そういうことが多くなるので、まあ、グッチ道場ではですね、最初に決めた足のスタンス、腰の高さ、重心の低さを保って、しっかりすり足で速く、状態が軸がぶれないように、最初は速いって言ってもちょっとずつ速くで、ね、丁寧に速くっていうのを推奨しております。腰が上がっても意味がないし、低い動作で速くまずは前に動けるっていうのが、まあ、試合で勝つとか強くなるためには必要になってくるので、その中でしっかり重心を落とした状態で足をしっかり吸って親指噛んで、その低い状態でのスピードを高める練習です。最初は頭と手を3点で当たるはず押しの形でいいと思いますが、それぞれ相撲を取って実践をやっていくと人それぞれ形が出てくるので、まあ、あのボクシングでいうはシャドーボクシングじゃないですが、突き押し相撲の人は当たってから突き放して突っ張って出て、土俵際しっかり腰を割るとか、そういう自分のスタイルのイメージ作りだとか、まあシャドーボクシングみたいな感じ、シャドー相撲ですね、そういう感じですり足にアレンジを加えていけば面白いし強くなれる一つの一歩です。それと腰のね、グッチーはあの言ってるのは、腰を中心と捉えて腰の重心を一気に相手にぶつけるっていうことのイメージでやるっていう、腰を重心を相手にぶつける、重心を運ぶっていう感覚ですり足を指導しております。我らがハル君も結構上手くなってますが、ある一点までも自然にね、言われた通りにやってて上手くなってるけど、応用がまだまだ、多分迷いの中で思考が止まってる状態にあって、工夫が見られないところがポイント、まあ、そこが欠点って言ったらダメですが、課題になると思います。興味を持って好きであれば、やっぱり一日の中で相撲のことを考える時間も増えますし、工夫が入ってくるのですが、今言われたことをやるので精一杯状態で、いろいろ迷いがあると思います。とりあえず来てみんなと楽しく相撲を練習していきましょう。出口説明してます。次突っ張りですね。いやと土俵際の最後の腰の下ろし、めちゃくちゃ重要です。でグッチー道場に、まあ相撲実戦で取ると怪我のリスクとか、まあ勝ち負けが相撲ってはっきりするので、いろんなことが起きますが、最初不安も起きると思うので、まずね、相撲の思考、すり足、鉄砲とか、いろいろ相撲の技術を分離して、いろいろ押っつけとか突っ張りとか突き放す練習とか巻き返しの練習とかも分けて、実践の技の技術の体感を一つずつ分離して習得することもグッチーはやっておりますので、ぜひね、体型にね、どんどん来てほしいですね。もう実際に相撲を他の道場でやってて、いろいろ知りたいことがあるとか、細かい基本とかじっくりやってますので、相撲をね、学び直すときにヒントとして時々グッチ道場を利用してもらうのもありですし、出稽古もどんどん来てほしいです。でグッチの目標としては、やはり男女子供で団体戦出場したい気持ちが強いですね。それで未来の横綱を発掘するということなので、チャンピオンも育てたい。で我が子も相撲に興味を少しずつ持って相撲大会に出たりとかしてるし、その友達も相撲に興味を持って稽古会に来てくれたりとかし始めているので、まあ普段私幼稚園とかで
あの相撲のエクササイズを通してそういう講座みたいなこともやっております。その中で、まあ、お母さんたちがとかお父さんたちが、まあ、参加してやってる感じですが、それで一緒に子供も一緒に真似してやるっていうスタイルがちょっとずつ出てきてるので、そういうこともどんどん広げていきたいと思います。まあ、最近はね、こういう宇宙の郷土の森でやっておりますので、東京、まあグッチは横浜在住なんですが、東京でやっております。それで照ノ富士関が新横浜公園に土俵を今年中に完成するって作るっていうことを前ニュースになったので、その土俵がどれぐらいできているのかちょっと近々見て YouTube で上げたいなと考えたりしております。で、話はまたまた脱線しましたが、すり足、早いすり足の後は愚痴道場ではこういう横への動き、相手が横に動いてきたり逃げたりとか攻めてきたら回り込んだりするときに体の寄せ方です。大体の人があの反復横跳びになっちゃうんで、そこのポイントとか説明してます。説明して、あの最近まだまーちゃんさんが稽古会に参加してくれてるのですが、あの全く心ここにあらずの我らがハル君は全く聞いておらず、まっすぐすり足をやってうちに注意を受けております。せっかく貴重な時間を、週末の時間を使ってきてるんだから、集中、その時間ぐらい集中できる練習をしようと、せっかく来てるんだからって言ってるけど、いろいろ違うことを考えてたんでしょうね。まあ、顔を見たら分かる通り最近笑顔が減って、何かまあ私生活とか学校生活とか、まあ、習い事、いろいろ迷いが、悩み事があるのかもしれません。すぐ見たら一緒に土俵に立てば分かります。まあ、ちょっとでも心が晴れるような、ね、稽古会の状態にはしたいと思いますので、ハル君この動画見てたらちゃんと考えてみて、ドキドキでもいいので稽古会に参加して、試合は出ない方針って言ってましたが、出たいと思ったらまた出て、高校へのつながることもありますので、進路の大事な時期です。相撲をやらなくても大事な時期だから、週1回2時間ぐらいしっかりね、汗かいて気分よく、気分リフレッシュしてください。形上手くなってるからもったいないね。ポイントはね、この 1,2 で反復横跳びにならず、腰を突きつける、膝を突きつけて1で相手に瞬間でね、相手の動きに対応できるように1で寄せていく、体を腰をぶつけて寄せていく、これが逆転を食いづらいすり足の横の動きになりますね。で、まあ、タイプによって押っつけて相手を逃がさない、手でもねしっかり手も使って相手を包み込んで逃がさない、押っつけて逃がさないということと、四つ相撲であれば、差し相撲であれば差し手の方に寄って体を寄せる、それも大事になってきます。相撲って瞬間競技なので、なかなかね反射神経とか、そこの反射速度とか個人差があるので、そこをしっかりすり足で磨いていきくように考えてやっております。それですり足のもう一つのやつで、グッチ道場でよくやる、まず直線で進みます。その中で右から移動して、グッチが、まあ、人がですね手をパンって叩いて、その音に反応して動きを切り替える。で、この長くこれを続けていると足がパンパンになって腰が上がってくるので、このすり足ではしっかり重心を保って、パンパンになっても我慢しながら、辛抱しながら重心を上げずに進む練習です。反応と低い状態を保つ筋力をつけるための動作です。正しい動きで速いだけが意味ないので、腰をしっかり押して、形もしっかりして、顎も引いて、その丁寧な動きの中で切り替えを早くしていく練習です。ハル君結構反応はやっぱり若いし早いし、運動神経悪くないんですね。気持ちの持ちようで自信を持って自分の相撲を確立して磨いていけば、まだまだ高校でも通用するぐらいになれると私は見ているので、ぜひともまず稽古会に来ながら、みんなとね、土俵の縁は人の縁ということで交流して、ちょっといろいろ学びを得つつグッチ道場をやってます。では今度ね、鉄砲とか相撲の技術を一つ一つ分けてね、またこういうふうにラジオみたいな感じで動画を見ながら説明して喋るような動画にしていきたいと思います。
セグチもしっかりちゃんとほうき持って、これ履くね、グッチはあのスモーエクササイズ自分からこういう整備をして、あのメンバーさんにあんまやらしてこなかったので、やっぱ相撲ってお尻向けてすいませんねメンバーさんこういうやっぱり基本的な動作は礼儀とかにつながりますので、やっぱりそういう動作も覚え しっかりね、ほうきの使い方、清め方、相撲の伝統とかもね、やっぱりこうちょっとずつ学んでいく、まあ、この指導の一環として育成のイメージで愚痴道場これからね、コンビニ的とは言っておりましたが、礼儀がやっぱり大事だなと思い、あのリベラル寄りじゃないですが、しっかりその中でも責任を持てるように、まあリベラル寄りもいいとこもあれば悪いとこもあるので、愚痴道場はですね、道場君を作っていきたいと考えております。それでは愚痴道場で皆様相撲体験お待ちしておりますので、ぜひ来てください。よろしくお願いします。ごっちゃんです。